ドイツの教育、ドイツの教育、低教育では、ドイツにおける、教育制度、学校、学歴も含むについて記述する。ドイツの教育においては、各州が所管し、また責務を負っている。教育制度は伏線型教育、職業教育と実習の重視、資格制度の重視、進路変更の容易性に特徴づけられる。また、ドイツ資格フレームワーク、 DQF が定められている。義務教育は15歳まで。しかし18歳に満たないうちは、全日制の学校に通学していない者は就職する。かたわら、定時制職業学校に通学する義務がある。下記のような硬直的な制度に批判があり現在、ドイツでは教育改革が進行中である。まず義務教育の年齢、6歳に達した子供は、基礎学校。 と呼称される公立の初等学校 S とマイナス1へと進学し、10歳まで4年間の教育を受けるグレード1から4。義務教育であることから原則として入校試験などはない。おおむね日本の進学生における小学校1年生から小学校4年生に相当すると考えて良い。終了後は卒業という形式は行わず、上部学校の5年生へ。 編入するという形式で学業を継続することになる。また、公立学校以外の選択肢には以下がある。また、この時に講述する職業教育か高等教育準備のどちらを希望するか、あらかじめ進路選択を行っておく必要がある。初等教育を通常10歳で終了後、次の進路は以下に分かれる。ドイツにおいては、 伝統的に職人の徒弟制度に由来する即戦力的な職業教育と大学教育に代表される高等教育が明確に教育過程として分離されている。したがって日本における中学校及び高等学校のような後期初等教育、中等教育の時点から異なる教育を受けることになる。もちろん両者は途中移籍や再履修が可能であるが、 一方の学校を卒業した状態から直接もう一方の進路に進むことは現実的な方法ではない職業訓練修了大学など最初の2年間は観察指導段階が設けられている高等教育へ進むことを希望する場合ヨーロッパ中央部で見られるギムラジウムという8年生の長期教育課程へと進学する後期初等教育を下級生として終えた後 上級生として中等教育を受ける形となる。日本における中高一貫教育に小学校高学年を合わせたような長大なものであり、教育を受ける生徒にとって子供時代の大部分を過ごす重要な場所となる。こうした要素からしばしば文学や創作作品の舞台とされることも少なくない。卒業後はアビトゥアと呼ばれる。 大学入校資格を取得する試験への受験資格を与えられる。このアビトゥーアが実質的な卒業試験であり、同種験合格によって正式に中等教育を完了したとみなさ、日本における高卒資格に相当する社会的地位が与えられる。一方、大学などの高等教育を希望しないか、もしくは志願できるだけの学力を持たない学生は、 基礎学校を卒業して後、直ちに労働者としての訓練を受ける。この進路を選んだ場合は、それぞれ、機関学校及び、実家学校と呼ばれる、教育課程の、どちらかを選択する場合がほとんどである。機関学校は、職業教育校のようなもので、義務教育の延長として、小学校高学年から中学校に相当する6年生教育を、受ける、に A レベル。 基本的に義務教育の範囲内として留年や進級試験はないが最終学年への進学のみ進級試験に合格する必要がある。ここで訓練程度を図った上で卒業者に日本の中卒相当の資格を与える。義務なじム編入などが困難であることに加え、そうした意欲や可能性を持つ生徒は、講述する実家学校への進学を希望するため、 多くは15歳前後で労働者として就職する。実家学校は同じく職業教育学校として位置づけられている教育課程 2A レベルで期間は6年生となる。基幹学校に比べて実務訓練だけでなく高等教育準備に関する課程も行われるため、ギムナジウム進学に失敗したが高等教育を諦めていない人間が進む場合が多い。卒業後は 中卒相当資格と同時に、ギムナジウム編入試験を受ける資格を与えられる。ただし編入試験は、実家学校内の成績優秀者でなければ合格が難しいとされており、1000に漏れた生徒は、機関学校の場合と同様に、若年労働者としての社会に出ることになる。ドイツの義務教育は15の16歳で終了する。しかし18歳に満たないうちは、 全日制学校に通学していない者は、徒弟として就職する傍ら定時制職業学校に通学する義務がある、デュアルシステム。生徒は、週1から2日は職業学校へ、週3から4日は企業にて実地訓練を行う。企業は、デュアルシステムに対し、生徒1人当たり年間2万ユーロを投じていると、される。全日制の職業学校には、 以下が挙げられる。ドイツにおける大学は以下に分類される。アビトゥーア試験合格によって、総合大学入学資格を取得した者は、原則的にあらゆる大学、高等教育機関への進学を政府から許可される。理論の上では、アビトゥーア以外の入校試験は、必要なく、望んだ大学の先行へと進めることになる。しかし実際には、定員や志願者数の問題から、 アビトゥア合格者内でも成績優秀者が優先される傾向あり、また大学が個別試験を行う場合もある。一方で、専門大学 FH への入学には、アビトゥア合格か、あるいは以下いずれかの FH 入学資格が必要である。ボローニャプロセスに準拠する形で、全国資格フレームワーク NQF が制定されている。国際化による、 異文化相手の商売や輸入品や移民の増大やコモディティ化、大量生産大量消費の文化や生産ラインの自動化などにより、伝統的なマイスター制度が先進工業の発展に寄与しなくなったとや、12歳で人生が決まってしまう伏線型学校制度に疑問が上がり、近年は、米日のような単線型教育制度に近い義務教育から、アビトゥア取得までの義務教育から、 中等教育までの教育を柔軟な方で行う、シュタイナー学校や総合学校制度が広まっている。他にアーベントギムナジウムという夜間性ギムナジウムも存在しており、年齢制限なども寛容な傾向にあるので、働きながら、アビトゥー資格を目指す方法も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。